はい、どうもこんにちは、みつきです。ポケモンチャンネルの中のトゲピの大冒険の実況ね、今日やっていこうかなって思いますトゲピの大冒険、前回トゲピの大冒険確か進まなかったよね。始まりの塔から抜け出せねーって話をしてると思うんだけど、始まりの塔からマジで抜け出せねーんだわ。今日こそは抜け出せるといいなー。これやっていこうか。エリア16からだね。このね、十字キーで操作して、おお、壁が、壊れる、壊れる、壊れる。あ、待って待って、壊れる、壊れる。待って、落ちる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 、落ちた。早速落ちました。落ちたら鬼ドリルさんに戻してもらうっていうね。鬼ドリルのね、巣から逃げ出すトゲピーのお話なんだけど、その、最初トゲピーがね、鬼ドリルに連れて来られちゃったんだよ、ここにね。で、その塔から抜け出して、お家に帰りたいんだろうね、多分トゲピーはね。それを、なんか、その抜け出すんだけど、この十字キーで、ちょっとずつ操作してって、この階段降りていくと、待って、ゴールがどこわからん。ゴールどこ？ゴールどこ？ゴールわからんな。ちょっととりあえず下に降りてってみる。あ、なんか腰、なんか、違うっぽいね。ゴールがどこ？そのまま下でいいの？もしかして？どうなんだろう？いや、怖え、落ちる。あ、ここもなんか間違ってるっぽい。ゴールどこ？ここ？ここ？ここですか？ここ？ここも、ここ違うっぽい？一番端っこ行ってみる？この辺はどうなってるの？ゴール。あ、ゴールここにあった。端に行って、進めばよかっただけなんだ。うわ、騙された。めちゃくちゃ簡単だったんだ。じゃあ、ここ。思ったよりは簡単だったね。次が？なにこれ？この暗闇もしかして落ちる？待って、あ、嘘、これ、動いてるじゃん。これ、だって真ん中の、あれ動いてる？ここで今行けばいい？これって、あ、うわ。トゲピーも一緒に動くかと思って止まってたらさ、床だけ動いて落ちてったわ。マジで、早かった。うわぁ、これ、難しくない？でもさ、これさ、一気にさ、ここで待っててさ、行っちゃった方がいいよね。今だ！行け！あー、落ちた！うわぁ、ちょっと上に入力しちゃった。なんかさ、このさ、ゲームキューブの今、コントローラーでやってるんですけど、ゲームキューブのコントローラーの十字キー難しくない？行け！行ったー！勢い。こっからそっちに？いや、鬼畜なこと言いますやん。いけ！落ちる！いけ！時間がない。一発で行くぞ！いけ！トゲピ！あー！ちょっとタイミング遅かった。ちょっと遅くなったらもうダメだね。いけ！あ、落ちた！斜めに入っちゃうんだよな、入力が。これも間に合わなそうだね。いやー、むずい。これはむずい。これ難しいね。むずいわ。もう一回やるわ。でも行き方は分かった。一気に行けばなんか行けそうな気がするから、一気に入力をミスらずに行くんだ。頑張れ。決めろ。今！オッケー！行った。こういう感じね。分かった。今！あ、遅い！あ、オッケー！行った。ちょっと遅いかと思ったけど。今！いけ！おっしゃ！ちょっと待ってー。ここ？この位置？この位置？あ、いけ！と、間に合った！いった！今！最後めちゃくちゃ難しいじゃん。いやー、なんとかクリアできたけど、エリアいくつまであんだろう？あ、でもさ、これさ、10階って書いてある？もしかして、これさ、上からどんどん降りてきてるんだよ。もしかしてだけど、残りあと12フロアくらいある今日また終わらないか？何これ？ちょっとこのパターンはちょっと待って、穴が縮小する、しゅるやばい、これ、あー、落ちる。待って、これ、どう行くの？この消えた瞬間に行くの？待って、落ちる、いや、待って。ここ、待って、落ちるー。これさ、間に合わなくない？これさ、例えば端っこに行ってさ、端っこで行こうとするじゃん。まあ落ちるじゃん。これさ、縮小するタイミング、今。間に合った。
間に合った間に合った間に合った。あ、こうやって行くんだ。今、あ、待って、違う方向入力しちゃった。やばい。あ、やばい。こっから、焦るな。こっから、タイミングを見て、今、行け、間に合った。こういう感じでタイミング見ていくのね。これ、きついよ。あ、今しか言えないじゃん、これ、タイミング。今、よし。あー、ここダメ。あー、ここダメだった。もうちょっとダメね。もうちょっと端っこね。オッケー。タイミング、でもタイミングさえつかめば。今。よし。今。なんとかいけてる。いけてるけどさ、これ、きついね。あー、これ喋りながらだってでき、あー、待って。で、いいとこまで行ったのに、ちょっと喋ろうとか考えちゃったんだよ。ダメだね。実況だから喋んなきゃなって思ったんですよ。ちょっとダメだったわ。ちょっとこれは、待って、これさ、トゲピの大冒険の実況で、あー、戻っちゃったよ。ミスったよ。あー。これきついわ。時間ないね。ダメだ。あー、難しい。いや、これ喋りながらは無理やって。あ、そうだ、最初からだ。今。でももうここタイミングもつかん、あ、ダメだ、タイミング。ちょっと焦ったな。早く行こうとしてダメだ。ダメだね。よし。一旦待っていく。あ、遅い。遅いの自分で分かったわ、今。今。あ、待って、戻ろうとしたんです。引き返そうとしたんです。ダメでした。これ行って一旦待ってからの今。よし。こっからよね。閉じると思った。閉じなかった。意外と遅い。よいしょ。で、今。よし。からの、ここで待っておいての、閉じるでしょ？よし。で、やばい。閉じた。行った。これで、あと上に行けばいい。オッケー、ナイス。まだある。穴が動く。この空間何なの？この空間は何？この空間に合わせて移動すればいい？やめて。怖い。このまま移動していけばいい？こいつらに合わせて。なんかさ、こういうさ、なんかあの、自動ドアみたいな回転するドアのやつなんかあったよね、昔。昔、今もあるのかな？なんかソウル通るのさ、すごいワクワクするよね。なんかあの、なんかガラスで区切られててさ、いけ、いった。ああいうの子供の頃通るときすごいワクワクしたなっていう気持ち。思い出しました。いや、こんなハラハラするの嫌だけどね。次は？なにこれ？なにここ？なんか、これ、オムがいる？オムがいるよ？オムあそこにはめちゃうの？なんか今度マリル？マリルがいる？マリルは？マリルさん。マリルさんごめん。マリルさんは何はめるの？マリルごめん。お前を生贄に俺は塔から脱出する。プリンごめん。プリンお前もごめんな。お前のこと。プリンごめん、落としちゃった。プリンは勝手に帰ってくるけど、トゲピーは戻ってこない？これむずいね。角度とか調節しなきゃいけない？このプリンたちは今度そこに入れんの？今度なんかこの、これはここだよね。この角度でいい？オッケー。プリン結構な勢いで飛び去っていく。このくらい？ここ？この辺？あ、届いた。よかった。今度は、あなたはマリルっていうのね。あー、ちょっと待って。どこに？あー、私が穴にはまった。トゲピーちゃん、このマリルちゃんはどこにはめればいいの？どこに？この犠牲はどこに払えばいいの？あ、なんか上にあるな。ちょっとだけチラッと見えた。なんか右上にありそうです。右上にありそう。いけ、マリル。いけ、マリル。マリルちゃん、ごめん。マリルちゃん、ごめんな。そして、落ちちゃった。はまった状態でいてくれてもええんやで。はまった状態でいてくれてもええんやで、マリル。いけ、マリル。ごめんな、マリル。そして、こっちから行けばいいのかな？いけ、いけ、
よっしゃー、ゴール。なんか、ポケモンたちを生贄に捧げ始めたよ。トゲッピー。ってか、この塔どうなってるんだ？どういう作りをしてるのか全くわかんない。え、これも、これももしかして、今度ニョロモじゃん。え、ニョロモ、ニョロモどこに持ってくの？え、なくない？あ、え、落とせばよかった。あ、お水に返してあげればよかった。え、これビリリ玉も落とせばいい？もしかして。え、あ、あ、あ、これ落としてあげれば開く？え、嘘。え、え、今度は、え、待って、ビリリアマさんどこに、どこに、えい、えい、落ちてくれない、落ちてくれない、落ちて、落ちてくれない。あ、これ扉に、あい、扉に引き寄せられてる。もしかして磁力が働いてる？あ、難しい。ビリリダマさん、悪いな。ちょっと、お前をちょっと蹴落とさないと、俺は先に進めねえんだ。ごめんな、悪いわ。悪い、俺のために落ちてくれ。頼む。頼む。ビリリダマが落ちてくれない。ビリリダマ、落ちちゃう。え、むずくない？引力すごくない？逆に最初の一体どうやって落ちてくれたの？あ、よし、いった、落ちた、落ちてくれた、いけー。え、次は、え、これは何？このポケモンなんだろう？これは？待って、このポケモンなんだろう？え、ちょっと待って。あ、ドガースか。ドガースかな？ドガースっぽいか？ドガース行ってくれ。落ちてくれ。頼む。そして、開いた。おっしゃー。なんか出てきた。え、え、ポケモンを生贄に捧げすぎて怒られた？リザードン？え、リザードン？待って。あ、やっぱ怒られてる。ポケモンをなんか生贄に捧げすぎて。あ、そしてリザードンさんが、あ、転んじゃう？え、かわいい。これ。あ、あ、落とすの？あー、負ける！ボス戦みたいなの入ってきた。え、ボス戦あんの？これ。あー、危ない。落ちちゃう。え、ちょっと待って。むずいな。よいしょ。頑張れ。起きて、頑張れ。負けるじゃん。なにこれ？どうすればいい？これをでも落とさなきゃいけないんだよね。待って。あー。え、難しい。いけ、頑張れ。あー、落ちる。ん？どうすんだ、これ。いけ。あ、じゃ、頼む。あー、え、どうやって攻略すんの、これ。待って。頑張れ。頼む。あー、力じゃ負けるな。どうしたらいいんだろう。避けるのかな？待って、でも、避けらんなくない？場所が足んないよね。かわすにしてもさ、反動でなんか、あー、負ける。え、だってずっと、だって、右には入力しておかないと負けるっしょ？え、あ、いった！あ、でもずっと押しっぱでいいんだ。右ずっと入力しっぱなしで、あ、落ちる！あー、でも次は攻略できるぞ。これは攻略法分かったよ。え、待って、でもさ、これタイムアップ、どこから？もしかして？あ、ニョロモたちんとこからだよねー。ニョロモさん、とりあえず、君たちはちょっと早く、あー、トゲピーまで水に帰っちゃった。ちょっと水の世界にお帰り？お前たちは、ちょっと、ちゃんとお帰り？よし、いいぞ。そして開くよね。よし。で、次のビリリ玉だよ。こいつら、なかなか落ちてくんない。あ、あれ？今度は素直だね。あれ？戻ってきた。戻ってくるのと戻ってこないのがいるのか。一体はちゃんと普通に落ちてくれるんだな。えい！あ、ちょっと待って。あ、待って、違うんだよー。やりたいことは皆さんきっと分かってくれてるはず。こっちは素直に、あ、今度こっちが素直に行かない子。よし、待って、こう倒した。こっちは素直に行ってくれる子。よかったー。片方頑固なやつがいるんだね。このドガースくんは？いけ！あ、こっちが素直に行かない子。頼む。いけ。行ってくれ。えい。ごめんな。お前らを蹴落として俺はジリザードと戦わなきゃいけないんだ。ごめんな。私が落ちる。トゲピー頑張れ。トゲピー頑張れ。えい、よし、いいぞ。よし、これで。よっしゃ、結構時間あるんじゃない？そしてリザードン戦ですね。謎のリザードン戦が始まる。世界観が謎なんだよな。いけ、とにかく、ずっと右押しっぱで、このさ、落とした後の反動を戻すのが大変なんだよ。あ、ちょっと右押しっぱ、右入力しっぱなし。あー、待って、ちょっと半分、上に行ってる。右、純粋に右。
よいしょ。いけ。ちょっと上、ちょっと上。ああ、これ、難しい。頑張れ。いけ。リザードーン。ごめんな。お前のことを落として、俺は先に進まないといけないんだ。頼む。頼む。俺の気持ち伝わってくれ。伝わってくれ。伝わってくれ。ああ、ダメだ。このさ、入力ちょっと難しいんだよな。斜めに行っちゃう。頑張れ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ああ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。頼む、頼む、頼む、頼む。ああ、ちょっと待って、ああ、いけると思ったら落ちる。待って、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 待って。頼む、頼むよ、頼む、頼む。リザード、リザード、リザード。ああ、同時じゃん。相打ちじゃん。めちゃくちゃ熱い試合繰り広げちゃってるじゃん。トゲピー、トゲピー、トゲピー。頑張ってリザードンに勝つんだ。お前がリザードンに勝つところ見たい、見たい、見たいよ、見たい、見たいよ、見たい。あー、負けました。もう一回だ。もう一回やるね。戻ってきたけど残り時間15秒なんだよね。やばい、どうしよう。秒数ってこのままだよね。頑張れ、頑張れ、行くんだ。このまま一発クリア、一発クリア、一発クリア。無理。いやー、リザードンさんが強えよ。リザードンさん、ごめんな、ごめんな。頑張れ、頑張れ、トゲピー。頑張れ。あー、ちょっと待って。やっぱその落とした後がむずいんだけど。頑張れ、行け、行け、トゲピー。頑張れ、頑張るだ、頑張るだ。あー。ダメじゃー。今回もダメじゃー。やり直してきまーす。よっしゃ、残り時間ね、1分くらいある状態で戻ってきました。今回こそはいけるのではないですか？さあ、行くぜ、リザードン。頑張れ、頑張れ、トゲピ、頑張れ、トゲピ、頑張れ。よし、このくらいで。あー、まだ行かなかったー。そろそろ落ちるなって頃にさ、勢い緩めないといけないからさ、あー、上にちょっと入力入った。いやー難しい。頑張れ。いけ。このまま。いけ。いけ。行くんだ、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 行くんだ。惜しい。もうちょっとじゃない？もうちょっとな気がする。あー、斜めに行っちゃった。これはダメ。まっすぐ真横に入力しなきゃいけないね。頑張れ。頑張れ。そして、ちょっと上に。よし。あー、ダメ。ちょっとずれるな。これ、むずくない？頑張れ、頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ、トゲピー。頑張れ、トゲピー。あー、落ちる。待って、スティックの方がいい？もしかして。スティックでちょっとずつやって、微調整とか、微調整、むずいな、やっぱダメだな。これだって結構時間残してきたんですよ。焦るな。焦るな。焦ったら負けるぞ。焦ったら負ける。冷静に行くんだ。冷静に対処すれば道は開けるんですよ。頼む。冷静に行けば道が開ける説を押したいので。あ、ちょ、待って、あー、だから、落とした瞬間に、こっちも落ちるんだよな。あ、いけ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 、落ちるな、落ちるな、冷静に、冷静に、いったぞ、いったぞ、いやー、いけました。やっぱね、無言は勝利だね。無言が勝利への一番の。あ、なんか、これ、始まりの塔、もしかして抜け出せた？始まりの塔、クリアタイム、15分46秒6ってこと？もしかして。あー、そんな、いやー、終わった。始まりの塔。なるほど、始まりの塔を抜け出したら終わりなのかな？これもしかして。このトゲピーの大冒険、プチだから、トゲピーの大冒険の始まりの塔だけ、このポケモンチャンネルで遊べるっていうことなのかもしれないです。あー、終わったー、抜け出せたー。なんか最後の方、なぜかポケモンを生贄にして、しかもなんかリザードンに怒られて、でもそのリザードンすらも蹴落として脱出するっていうなんか謎の展開になりましたね。いやー、面白かったじゃあね、次はヤドキングジャッジで遊んでみようかな。ちょっとね、あとヤドキングジャッジとポケモンピンボールをね、ゲットしてるので、ちょっとそちらもやりたいね。審判の君はヤドキング、テニスボールがインかアウトか鋭い目で見てジャッジ、ポケモンパーティーミニより。なるほど、インかアウトか、ちょっとよく説明をこの中でももう一回見ようか。どういうことか確か説明がね、なんか、あると思うから、あったあった、遊び方、ヤドキングジャッジ。アウトの時は A ボタン、インは B ボタン、飛んでくるボールを判定しよう。なるほど、インならば B ボタン、インだと B ね。
で、アウトならば A ボタン。OK。イン。あ、これを判定していこうと。線の外か中かっていうので、A と B がちょっとなんかちょうど押しやすいようになってるんだな。なんか、インの方が A じゃないのって思っちゃうけど、線で区切ってやると、ちょうどなんか押すときになんとなく多分、感覚で遊べる感じに設定されてる。よく考えられてるね。とりあえずじゃあ遊んでみよっか。判定すればいいのね。ヤドキングさん、イン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 。あー、そんな生き方あるかい。そんなボールの飛び方あるかい。超能力なの。異次元のなんかそういう球技してる？もしかして。ポケモンの世界だから念力で飛ばされてる可能性ある？これ、ちょっと、むずいね。いいんでしょ？いいん。ちゃんとつかないと判定ができないね、これは。あ、違う。ま、あ、それは普通に押し間違い。いや、最初のあの引っ掛けひどいでしょ。あの角度はどう考えてもアウトよ。はい、次は。どんな変化球来る？初手アウト、アウト、アウト、アウト多いね。いいんだね。アウト。うわー、来たわ。来たわ。来るって分かっててもダメだ。騙されてるね。なんかアウトが多いけどさ、待って、アウトからインに行くパターンはなんかズルするパターンであるの分かるじゃん？インからわざわざね、アウトにするね、そのね、その感覚ちょっとわかんないな。インと見せかけてアウトって。それはちょっとわからん。なんかどんな変化球来るかなって思って、ああ、来た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 。ワクワクしちゃう自分がいるよ。すごい、すごい、すごい。なんかすごいしか言えなくなる。待って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 。まっすぐ飛ん、消える魔球。アウト、アウト、イン、アウト、アウト、イン。その直角のやつ何なの？垂直のやつ何なの？わかんないよ。判定が遅かったですか？ A ボタンは押したんだけど。その地面につかないパターンもアウトっていう、なんかちょっとね。黒い、ついたところの枠で判定しようとしてるから、自分。一瞬飛んでくと、なんか戻ってきて、インに行くんじゃないかっていう、期待してしまってね、ちょっと遅くなっちゃって。でも29結構行ったんじゃない？なんか、まっすぐ横に飛んでくのと、垂直にパンって上から飛んでくるのと、ちょっと笑いそうになるんだけど。こういう感じなのね、ヨドキングジャッジね。これもなかなか面白いね。いやー、なかなかドキドキするゲームだった。じゃあ最後はポケモンピンボールミニミニを遊ぼうか。ミニミニね。ポケモンピンボールミニミニで遊ぼう。説明。Z ボタンを離すとディグダがボールを弾く。この Z ボタンはちゃんとこっちの Z ボタンでいいのかな。なんかゲームキューブの Z ボタンの色してるもんね。 Z ボタンを離すとディグダがボールを弾くよ。長く押すとパワーアップ。ポケモンボールミニよりセーブはできません。あ、なるほど。一回切りで遊べるのね。早速じゃあ遊んでいこう。 Z ボタンね。 Z ボタンがなんかボール弾くとこう引っ張るみたいな役割だよね。あ、ディグダがボール弾いてる。かわいい。ポケモンピンボールさ、なんか昔すごい遊んでた気がする。あれゲームボーイカラーでさ、ポケモンピンボールのソフトあったじゃないですか。あれ、クソほど遊んでたね。懐かしい。これね。あ、クエストとかもある。うわ、なんか懐かしいわ。あ、10まである。まず、じゃあ1。タイムリミット30秒で。ディグダー。まずディグダー。これどうすればいいの？あ、懐かしい。ここでさ、こうやってさ、パーンってさ、穴に3個入れればいいんだ、多分。いけ。行かない行かない行け。あー、これむずいむずいむずい。頑張れ。行け。まっすぐ行った。まずは1個。そしてこっち側も狙いたい。ここ、あー、ちょっとダメだ。頑張れ。勢いが強すぎるか、もしかして。えい。
あ、溜めちゃうと勢いが強い。勢いが強いと逆にいけないかもしれない。頼む。えい、いけー。ちょっと角度が惜しい。ちょっと角度が惜しいです。あ、でもディグダがさ、なんかこの、めっちゃ可愛い。めっちゃ動いてんの可愛くない？あ、なんかたまたま行った。ありがてえ。いけ。あ、惜しい。めっちゃ惜しかったよ。これで、いけ。あー、ちょっとダメだ。斜めになっちゃった。違うんだ。あー、そっち側行かないで。そっち側じゃないんだよ。ちょっと違う。そっち。いいぞ。そこだよ。行け。あー、ちょっと惜しい。だから、そっちじゃないんだ。うん、ボールがうまいこと言ってくれない。そう、そっち。待って、そっちじゃない。そっち側にいて。そう、何の、どんな実況で、そっち側にいて。あー、もう、リグだ頑張って。リグだ。これ適当にやった方が入る説ある？さすがにねえか。いけ。そこ。あー、ちょっと惜しいんだって。頼むよ。いけ。あ、今角度めっちゃ良かった。めっちゃ良かったのに勢いがちょっと足りなかった。そっちはもう入ってるんだよね。いけ。あー、ちょっと勢いが強すぎる。ちょっと溜めすぎ？めっちゃかかってるじゃん、時間。めっちゃ時間かかってるじゃん。え、ちょっと待って、これは？俺は、あー、頼むよ。入ってくれよ。あー、やっと入ったー。いやー、2分11秒かかった？もしかして。なあ、長くかかりすぎちゃったね。あー、俺ベストが、これもしかしてその、クエスト失敗って感じ？もしかして。30秒であれ全部3個入れんの？もしかして。それはきつくないっすか？うわ、惜しい！ 31 秒 65! 確実に上手くなったのに。ちょっと30切れなかった、惜しい。ちょっと、もうちょっとでいけそうじゃない？やるわ。24秒いったー、クリアしたわー、やったー。やっぱり30秒以内に全部入れろっていうやつだった。クエストめっちゃむず。あ、じゃあトゲピの大冒険の実況も終わったし、今度はじゃあポケモンピンボールの実況になるか。クエストいろいろあるもんね、これね、きっとね。これはもう同じなんだね。なるほど。これには2個入れろ、40秒で。結構、数は減ったけど、タイムが増えてるってことは結構難しい、もしかして。ちょっとチラ見。なにこれ。これ岩あるじゃん。岩破壊できんだ。岩破壊できるぞ。岩砕き。行ったぞ。そして結構遠いね、位置が。位置遠くない？あ、入った。意外と入る。意外と行くけど、これ、こっちじゃないんだよね。行け！そっち。行け。うん、いかない。むず、うわ、確かにこれむずそう。40秒でしょ？ 40 秒で支度しな。あー、勢い足んねー。むずいね。なるほど。じゃ、これ、次回これクリアすっとこから始まるか。あー、いけた。一発クリアしたじゃん。やば。ちょっとって思ったら、行ったわ。一回チラ見って思ったら、一発クリアは嬉しい。ありがてー。じゃあね、3から10まで頑張ろうか、次。タイムアタック、スコアアタック。これは、あ、クエスト全部やらないと選べないんだ。とりあえずじゃあクエストやれよっていう。またはクエストしか遊べないのかもしれないね。ポケモンミニ、あ、ポケモンピンボールミニだから今。そうなのかもしれない。あ、え、すごい、SE とか、あ、プリンとかビリリ玉ゴースがいる。めちゃくちゃ可愛いね。しかもここさ、ディグダがちゃんとさ、伸びて縮んでってなってるの。かわいい。いや、芸が細かいわ。
いや、楽しいね、このゲームはね。全くピカマルに会えないの寂しいでしょ。最後にチラッとだけね、ピカマル、ピカマルーン。ピカマルイチャイチャしよう、ナレナでしよう。あー、背中向かれちゃった。嫌だったかな、よしよしされたくないかな、今。ピカマルーン、そっか、残念だぜ。お、どうした？ピカマルーン。アニメパート5一緒に見たい。好きだね。いつもさ、ゲームやめるときいつも見てるね。ごめんな、ピカマル一緒に見てあげられなくてごめんな。デリー？あれ？デリバードさんだ。あ、そうだ。今日配達来るの忘れて、普通にそのまま遊んでたわ。はい、部屋来て、まず最初にね、ポケモンミニ開いたから。ポケモンミニをやりたすぎて。ごめんね、デリバートさん。放置しちゃってた。ごめんよ。じゃあ、この配達受け取ったら、終わろっか。今日はね。もう、たくさん遊んだからね。何が出てくるかな？ナイスカードパーク。お、そして、水五郎テレビをゲットしたんですよ。でけえな、結構。で、パンチングソーナスも買ったの。かわいい。そしてナイスカードパック。そして、ほうほうテレビも買ったんだよね。あれ、なんか緑だね、画面が。そして、ランタンテレビも買ったんだよね。テレビ祭り。テレビ祭りなんだよ。めっちゃテレビ買ったの。次回は、じゃあ、さすがに、テレビ見よっか。お、どうした？ピカマル。霞が紹介を一緒に見たい。あー、なるほどね。一緒にちょっと見てあげよっかな。いや、私が個人的に一緒に見てイチャイチャするんで、皆さんはここでお別れとなります。ごめんね。あー、待ってくれてるからちょっと行っちゃうね。ごめんなさいね。今回も見てくれてありがとうございました。みつきでした。